はい、アザラシ農園378日目かな、多分378日目、ちょっとここのところ動画をね上げられてなかったので、こうスパンが変なことになっていると思いますけど、378日目でございます。5月の、なんだっけ、23かな、それぐらいの日です。いやー、いい感じですね、今年のアザラシ農園は。いい感じだけど、手入れが行き届いているかというとちょっと怪しい。ちょっとトマトの脇芽が出ております。書いていかないと、脇芽を書いていかないと、トマトの。これは俺の仕事なのか、違うだろう、これは俺の仕事ではない気がする。トマト植えた人の責任の気がするけど、ね、こういうところ、こういうところね、これを書いていかなくちゃいけません、トマトはね。あとはいいか。これオクラ？なんでこんなところにオクラがあるの？あ、オクラだ。こんなところにオクラがある。そろそろね、他の作物でいうと玉ねぎあたりが玉が大きくなってますね。この辺とか、ほら、大きいね。大きいね。でも玉ねぎは本当に植えなくていいと思うけどね。どうせスーパーで安く買えるんだ。トウモロコシにこう花粉が。稲穂みたいになる。おお、大丈夫、これ稲穂みたいになるんですね。これがこの上のおしべの花粉が下の方のめしべにこうちゃんとしっかり受粉することによって、あれどうだっけ、これがこっちに行くんだっけ。そうか、このおしべの花粉が下のこのひげのところにのくっついて受粉して下にトウモロコシができるってさ、確かね。これなんてもう意味わかんないよね。こっちからこう落ちても下にこうひげがないから、まあ、トウモロコシもよう育ってるって感じですね。じゃがいももまあまあまあでしょうね。茎ブロッコリー、我が精鋭たち茎ブロッコリーっちは、まあ、まあまあです。葉っぱが結構食い荒らされ始めてるから、どっかに青虫がいるんだろうけど、で、まあちょっとこの辺のはちょっとどうにもならないので切りましょう。切り戻してバッサリいきます。バッサリ勝った、きれいきれい、左手じゃきれい。戻る、花も葉っぱも全部切る、こういう感じでね。はい、こんな感じでね、切っちゃいましょう。切っちゃって、これを他のやつもやっていきます。はい、ブロッコリー切り戻しました。全体的にね、さっぱりさせました。なんか犬猫のトリミングみたいだね。これでね、まあ若い茎が育つんだってな感じで、アザラシ農園378日目でございました。先週はなんだかね、寒くて、昨日の夜も寒かったような気がするけど、なんか今日は暖かいんでね、だんだん暖かくなっていくんでしょうね、きっとね。はい、ってな感じで、まあ1週間頑張っていきましょう。ほんなまた。